ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォーク、ガチャ、マイレージでの10連プラス、広告付きの単発ガチャ回していこうと思います。今回ですね、マイレージを使ってですね、の10連はですね、ちょっといろいろと考えてみようと思いますが、まあ、ちょっとね、ゲームの中、まず入っていこうと思います。今あるガチャの中でですね、一番新しいのが鎧の魔装ガチャになります。で、こちらのガチャなんですけど、私結構引きが良くて、ジェム投入せずにですね、マイレージと、まあ、配布チケットだけでですね、ピックアップの武器が、まあ、3つ、3本ね、ゲットすることが、できました。というわけで、こちらがですね、はい、ガチャの画面に、なります。で、まあ、ちょっとね、鎧の魔装についてはもうピックアップの武器はね、これ以上必要というわけでもまあないので、まあいくらあっても良かったりはするんですけどね、トッツすればいいですから。まあでもね、ちょっと今回は、はい、進化の秘宝ですね、こちらですね。はい、魔人の金槌がピックアップ武器のやつですね。こっちはね、ジェムを300連投入したのかな、投入してようやくピックアップ武器ね、2本ゲットできたというところなんですけれど、まあちょっとね、まあまあそういうね、ガチャごとに、そのピックアップ武器の出具合っていうのがまあ全然違ったりするわけなんですけれど、とりあえずね、今回のはマイレージを使って、鎧の魔装ガチャ、こちらをね、やっていこうと思います。前回の、というか、まあ、昨日のね、ガチャの結果がこちらになります。10連、マイレージの10連で鎧の魔装が、はい、出ております。ピックアップ武器がね、出ております。ということで、今回、まあ、ガチャやっていきます。というわけで、まず最初はですね、はい、広告付きの単発ガチャ、やっていこうと思います。オーシャンウィップ、ガイアの剣、悟りの杖、これいずれもね、ピックアップ武器持っております。で、バロックエッジは持っておりません。で、メタスラの斧は持っております。というわけで、まあ、バロックエッジがね、出たら嬉しいなというところですけど、まあ、単発なんで難しいとは思います。というわけで、まあ、やっていきましょう。こちらですね、単発無料で引けるんですけれど、はい。広告をね、見る必要があるということで、はい、なんか、ちょっといろいろと怪しい広告ですけれど、まあ、ちょっと見てみましょうか、これは。はい、いつもね、広告になると、録画を一時停止してるんですけれど、まあまあ、あんまり面白くなさそうな感じですね。はい、なんか、いまいちよくわからないような広告、ゲームなのかよくわかりませんが、うん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 、まあとりあえずなんか女性のプロデュースをするんですかね、ちょっとよくわかりませんね。はい、うん、まあとりあえずな、広告の方が、まあ、終わりましたので、はい、広告の方、終了。画面の右上ね、ちょっと見えないですけど、バツ印がついているんですね。というわけで、広告の方終わります。はい、というわけでガチャ、いきます。単発なんでね、虹色難しいと思います。はい。銀色で、星1個。これは虹色ならないですね。はい。まあ、金色ですね。はい。まあ、とりあえず外れです。はい。というわけで、単発ガチャね、なかなか虹色が、まあ、出ません。ということで、まあ仕方ないしね。はい。というわけで今回はですね、進化の秘宝、こちら、魔人の金槌。私、ジェム300連投入してですね、ようやく武器2本持っております。で、兜がですね、4つぐらいあったと思います。ちょっともう頭はもういいです。で、鎧の上がですね、1個しかなかったと思います。なので、まあ鎧の上、あるいは武器が出るとありがたいというところでございます。まあ、とりあえず、はい。10連行きましょう。ちょっとね、前置きが長くなりました。はい。というわけで、銀色宝箱ばっかりですね。そして星の演出もあんまりよろしくない。お、虹色。虹がかろうじてね、1個出ましたね。最後なんで、ちょっと行きましょう。はい。どんどん上げていきましょう。10個目ですね。はい。5個目。6個目。
まあ、スラミチのカットインもね、なかったんで、ウィックアップ確定というわけではありません。はい。そろそろかな。お願いします。武器。ああ、武器は武器でもね、SP 装備でしたね。はい、雷神の槍でした。ハズレでした。ということで、今回はですね、はい、マイレージ導入しての、ガチャは、ハズレになりました。昨日はね、見事ピックアップ武器が出てたんですけど、まあ、なかなかね、そううまくいかないですね。はい、というわけで、うん、まあ、ガチャっていうね、まあ、こんなもんですね。まあ、うまくいくときもあればうまくいかない。この魔人の進化の秘宝はですね、結構当たりとしては、引きはちょっと結構苦労しましたね。はい。300連。ジェム投入して、ピックアップ武器2つなんで、まあちょっと効率的にはかなりまずいところだとは思います。まあ仕方ないですね。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ。